だいいね。たて足塾。はい、じゃあ料理していきます。ダチョブです。焼くとかじゃなくて煮ます。トントこれ鍋ぶっ込みます。もうボイルさせてあるんで、まあ、あとは煮るだけっていう感じです。じゃあ味付けします。はい、これめっちゃうまいやつ。スタドン。こんなもんでしょ。で、水減ります。めっちゃこぼした。ゲット見て、料理してやっぱ猫寄ってきたよ。猫たち。はい、はい、ごめんなさいね。生姜入れます。生姜、まあ、入ってるんですけどね、やっぱこう生姜何も入れるの、うん、全部。次、ニンニク入れます。やっぱね、やる気のある人はね、これね、いっぱい入れてもいいと思う。そうだね。うん、煮込んでいきます。鶏それ取ってきたの今。やべ、絶対明日腹壊すよ、誰が。あ、お前が腹が壊すかは、明日なってみれば分かんない。お楽しみか。そうそう、結局ね、網焼きっていうの。いいから、あそこに。名前は八千代です。もう一匹は、もう一匹、もう一匹どこさ行った。もう一匹ね、あれ、もう一匹ってこれのことだろ。ひげよ、それまだわトンソク、やりました。お、いい感じじゃない。いい感じね。もう今めっちゃいい匂いする。風こう来てるから。バカ野郎、なんで今俺いいリアクションしたのって。今俺のコメントすぐ潰しに来るからな。見てよ、すまよくない。え、すまよくない。いいじゃねえか、雰囲気伝わればね。どうせ画像なんだから、やりやなったらちなんて届かねえんだよ。うまそう。はい、うん、どうしていった。どうでしたかね。いただきます。はい、その前にお口をお清めしないと。お清めね。さっき下でも飲んでから。手に腹壊しないから。あれは腐ってない。本当顔色悪くなってたよ、赤く。いただきます。どうすか、その本気の意味。どうすか、真面目。普通にうまい。これうまいね、うん、監督どうですか。さすがスタドンのタレ。ありがとうございます。よっしゃ、じゃあみんなで乾杯しようぜ。乾杯。乾杯、イエーイ。うん、マジで。あー、たまんねー。めっちゃ響くんだけどこれ。うまい、手軽でいいよ。次に行きたいと思います。主食、いや、行きます。まず肉焼きます。何を焼くかはお楽しみってこと。めっちゃホルモンって書いてる。ただホルモン食うんじゃなくて、うん、うわ、うまそう。もやし、うん、全部入れる。いいね。キャベツ、キャベツカットしないけど大丈夫なの。ちぎった方がないな。ワールドですね。日が暮れてきました。いや、綺麗ですね。海っていいですね。さあ、次の工程は何でしょうか。あ、なるほど、これも焼きうどんですね。いやっておかしい。入れていく感じですか。ほぐしながら。うどんに遊ばれる29歳。それいいな。ここで登場します。スタート。スタートさん。いや、マジ飽きたりできねえかなって思ってる。確かに飽きたりねえもんな。なんで。
スタ丼さんお待ちしております。あぶねえよ、あっちいいよ。はい、いただきました。いただきます。はいよ、どうですか。うまうまいね。監督どう思いますか。ほんとね、うん、まさにあるものさ。監督もお疲れ様です。ということで、美味しいね。美味しい、うん、ということでみんなで食べます。はいはい。ご飯も食べて、おめでとう買い飲まねえんだべ。だ、あの監督これからなんと仕事なので、うん、私送り届けます。エヴァ待つ、ライオンキングの映画公開されます。だー、いいね、声かすれてた。だーって出なかった。